環境材とはエンバイロメンタルグッドの複数形の日本語訳で、一環境が持つ資質そのものを財産として認識するとともに、二ととのった環境がある空間、三環境が与えてくれる付加価値、四環境を維持するための設備や道具、機器、物品あるいは手法も指し、素材、部材の意味から環境材と表記されることもある。環境材が示す環境には、自然環境と 文化的環境があり、自然環境においては、地質、地形や河川、海などの景観、資源そして動植物省の生態系といった天然に、あるもの、文化的環境では、里山や公園などの人為的な影響や構造物がある。これら環境を保持するのに必要な有形無形の所産を総括して、環境財と呼ぶ。WWF では、環境が及ぼす気候、 環境が放つ空気の提供、環境が持つ養分、バイオレメディエーションなども環境財とする。環境財は、地政学では、主源地域に区分され、肥沃な土地や、水利圏をめぐり紛争に発展する事例もある。環境財がある場所には、私有財産の民有地も含まれるが、公共財としての性格が強いため、社会的共用物すなわち、コモンズとみなされることが多く、 そこにある関連施設も地域全体の保有資産的に扱われる。環境財の中には砂防ダムや排水路のような一見すると自然環境や景観を阻害している。これらは産業遺産という視点では環境と一体となった文化景観として見られており、日本では土木防災関連処方以外に自然環境保全法や自然再生推進法でも設営が認められている。 文化経済学では、環境財を生かすために関わる、労働力も環境財の一部と考えるようになっている。近年、欧米では環境を継承する行為も環境財とし、環境財が地域文化を補う、環境文化財と捉え、文化圏を形成する、周辺条件の一部という意味合いが持たれている。例えば、イタリアでは、文化財、文化活動省の前身が文化財、環境財省で、 環境財を文化財と同列にしていた。世界自然遺産ビャオビエジャの森は欧州を代表する環境財森林でポーランド文化にも影響を与えてきた環境財も資産である以上環境経済学に基づき見合った価値が査定される。現実的にはバイオマスや二酸化炭素吸収源としての森林などの環境財は温室効果ガスの排出取引という形で市場に 開催している。公平な国際的な取引に向け、WTO が2014年7月に環境財協定を承認し、ソーラーパネルやリサイクル材の貿易障壁排除の交渉を始めようとしている。環境財の潜在的価値は今後ますます高まるが、持続可能な開発が求められる。WWF Arguments for Protection Environmental Goods and Service 文化財環境財小設置東京文化財研究所コーエディションフォーグリーントレードエンドーセス WTO エンバイロメンタルフッズアグリーメントアサブ環境財を通じた条件不利地域の活性化政策に関する研究松本明中澤澄春ありがとうございます